まあね、もともとさ、俺はさ、サーカス団出身だったんだ。でもね、サーカスの時にね、天狗だった俺のあの時代だけど、フライングタートルっていう空中ブランコの集団に俺のファンはみんなかっさられたんだ。あの時を思い出すと、俺は涙、涙、涙しか出てこない。涙、涙、涙、かわいそうだろ、この涙、この涙見ろ、涙、涙、涙。だけどね、だけどね、そんな時にね、俺はね、もう生きてく価値もなかったんだ。なんでかっていうと、街に繰り広げては喧嘩三昧だ。ああああああ、うさばらしで喧嘩三昧だよ。スパン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 ってもう喧嘩三昧。その時にね、バルボッサに知り合ったんだ。っていうよりバルボッサに立ち向かっていったら一発でやられた。こんな強いやついるんだ。おな、名前はなんて言うんだ。ああ、俺か。俺はバルボッサ。バルボッサ、おお、こんな渋い渋い人がこんな強いのか。あなたは何をやってる人ですか。あ、俺は海賊だ。海賊、俺はサーカスしかわからない。あ、サーカス、サーカスみたいなちっちゃいところにいるんじゃねえよ。もっとな、広い世界があるんだよ。広い世界、それはなんだ。俺についてこい。ということで俺はね、そっからバルボッサの後ろにひっつき回ってんだ。それでね、いつもね、バルボッサにはね、お宝探してこいって言われてね、この今はね、ポルトパラディーゾにね、滞在してるんだけど、一回も見つかんない。本当に最近はあるかどうか。それでみんなも、見つけない。見つけないし、見つけようとする応援もしてくれない。だって俺は何回も言ってる。みんながこうやって集まってくるからお宝が見つけられないの。だけどね、みんなはね、頑張ってお宝、うん、見つけて、見つけた、見つけた、頑張ってっていう割には俺を引き止める。ほんでこんな囲まれてて、こんなカシャ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 なんてやられてたら、俺だってこうやって目指してさ、こうカッコつけたくなっちゃうんだよ。だからね、また今日もやる。